よう。一緒に来てもらおうかな。お、食材探しか。いいぜ、いつでも付き合ってやるよ。また来いよ、うまいもん用意して待ってるからな。ねえ、なんでこいつがいるの？手伝ってくれるって言うから。それに男の子と一緒の方が安心でしょ。男なら誰でもってわけじゃないわよ。なんでよりによって。なんだよ、俺じゃ不満だってのか。当たり前よ。だいたいあんたちゃんと戦えんの？これは遊びじゃないんだからね。お前に言われるまでもねえよ。武器だってちゃんと用意してきたんだ。じゃーん。ミクセ君、ちょっと何なのよそれ。フライパンだよ、知らないのか。知ってるわよフライパンくらい。そうじゃなくって、なんで武器がフライパンなのよ。なんでって、これで殴ったらめちゃくちゃ痛いだろ。そりゃ痛いだろうけど、そういうことじゃん。あーもう、やっぱり頼りにならないわこんなやつ。何怒ってんだ。よくわかんないやつだな。あはは、私もちょっと不安になってきたかも。よし、んじゃ早速食材探していくか。食材じゃなくて錬金術の材料を取りに来たんだけど。でもこんな普通の森に珍しい食材なんてあるの？そうだな、こういう森だと確か。ちょっとあの木の根元調べてみろよ。え、あの木？別に何にもないけど。地面が跳ねた。噂通りだな。ほら、こいつが生えてきたんだよ。キノコ、これに跳ね飛ばされたの私。こいつは土かぶりって言ってな、人を転ばせて土をかぶらせるからこの名前になったとかなんとか。もう、だったら先に教えてくれたらいいのに。先に教えたら驚かないだろ。ほら、お前にやるから機嫌直せよ。いいの？ピクセ君が料理に使うんじゃ。あんまりキノコって好きじゃないんだよ、うまくないし。美味しくないっていうのもらってもな。あら、お疲れモード？ため息なんてついて。いえ、疲れてるわけじゃないんですけど。本当にこれで町の人からの評判が上がってるのかなって、ちょっと不安になって。そうね、人からの評価なんて目に見えるものじゃないし。まあ大丈夫よ、真面目にやっていれば見てる人は見てくれてるから。今からそんな様子では先が思いやられるな。あー、ステルクさん、すみません。ステルク君、自覚がないようだから教えといてあげるけど、そういう威圧的な物言いが周りから怖いって思われてるのよ。自制します。それより今日は
君に頼みがあるのだな。私にですか？なんで私に？私もこの町の住人だ。君に依頼をする権利くらいはあると思うが、無論君には断る権利がある。嫌ならば強制は。いいえ、やります。やらせてください。そうか、ではよろしく頼む。もし出来上がったら、他の依頼と同じようにエスティ先輩のところに持ってきてくれれば助かる。そうね、個人の依頼もここで全部まとめて管理するから、他の人の依頼もできたらここに来ればいいわ。ひょっとしてステルクさんって優しい人なんでしょうか？そうよ、ああいう性格だから誤解されやすいけどね、慣れてくると実は結構可愛いんだから。可愛いですか？はーい、どうぞ。やあ、お邪魔するよ。お仕事中だったかしら？お父さん、お母さんも。ついさっき旅行から帰ってきたんだ。で、真っ先に娘の顔を見ようと思ってね。だったら最初から私も連れてってくれればよかったのに。嫌そうな顔ね。お土産いらない？うん、欲しい。素直でよろしい。はい。ありがとう。って、何これ？何って錬金術の材料だろ。珍しいものだって聞いたからきっと喜ぶと思ったんだが。嬉しいことは嬉しいんだけど、でも。お父さんもお母さんもあなたのお仕事のことを応援してるから、それを使って頑張ってね。娘へのお土産って普通こういうのじゃないよね。なんか複雑な気分。お、見ろよロロナ、三色ベリーがなってるぜ。三色ベリー？あ、本当だ。色が三色分かれてる。珍しいだろう。似たような果物はよそでも取れるけど、三色のはここでしか取れないんだぜ。ほれ、食ってみ。うん、いただきます。ま、甘い。色によって味も違うんだぜ。赤いのは酸っぱいし、紫のは少し苦い。へえ、すごいね。でもどうしてここでしか取れないんだろう。俺も聞いた話なんだけど、ここって遺跡のすぐ近くだろ。遺跡が何か関係あるの？あの遺跡って近くに住んでる俺たちでも何の遺跡かよく知らないだろう。実はあの遺跡からはいろいろよくわからないものが漏れ出してんじゃないかって言われててさ。そのせいで木の実も変な色になってるんじゃないかって。それって食べても大丈夫なの？平気だろ。三色ベリーで死んだって話は聞かないしな。さ、せっかくだし目いっぱい持って帰ろうぜ。なんか体調が悪くなってきたような。気のせいだといいんだけど。
に今のロ ST さん、この依頼なんですけど。何？わからないことでもあった？そうじゃないんですけど、依頼内容の割に報酬がすごく高くないですか？ああ、それね。実はどうしてもロロナちゃんにお願いしたいって依頼なの。だから特別ってことで。私に？どうして私に？まあ気にしなくていいんじゃないかしら。きっとどこかのお金持ちの道楽なのよ。うん。はあ、それならいいんですけど。ちょっと、どういう意味よ、金持ちの道楽って。あら、間違ってはいないと思うんだけど、本当はこういう依頼形式は受け付けてないんだけどな。それはもういいじゃない。とにかくこのことは絶対ロロナには内緒よ。一応依頼主の言うことだから従うけど、ロロナちゃん、こういうのは喜ばないと思うわよ。まさか、年上のお姉さんからのアドバイスよ。何よそれ、お説教のつもり？ふん、余計なお世話よ。こんにちは、どの…お疲れ様、また…はい、ありがとう。それじゃあこれ、今回の報酬ね。あの、本当にいいんでしょうか？こんなにもらっちゃって。もちろんよ。ちゃんとお仕事したんだから、もらわない方がおかしいわ。でも、その、なんか周りの視線が。おいおい、なんだあれ。すげえ金もらってんぞ。どんな仕事こなしたんだ？そんなやり手には見えないけど。いや、簡単な仕事だったみたいだぜ。なんでも依頼主の気まぐれだとさ。なんだそりゃ、やってらんねえな。ああ、まあ気にしない方がいいわよ。ただのやっかみなんだからね。